不明女子。这个后面有机会加入我们店吗？好啦，这个忙了这么久，我们正事都没干呢。不是说要去上班的吗？就路上跑去帮别家店经营呢，自己的店都不顾了。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。那个之前被揍的医生吗？いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルへ？ご案内します。こちらへ。待って、行って。ご案内します。他说要帮我带路，结果我走在前面。我不是说你要带路。ご案内します。好好好，我知道你要去哪里。这个店这么就这么点大，还能去哪里？支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか？ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、あんてやったんか。グラントいいお店、全部支配人さんのおごりね。来蹭饭吃的。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか？ああ、いいよもう。こっちの方が人数多かったし。あなた本当強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした？ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの電話ないや。あなた、これからすぐ店抜けられるか？なあ、なんで？お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。リーさん、あなたが家に着いたら、そこであなたに声かける。リーさん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。真想回去揍他一顿的。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマゴロ、ゆうべは世話になった。昨夜どちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女どこ隠したんや？
前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。舐めとんのか。昨夜は油断したけどな、今日はそうもいかんで。哇，超了家伙，连枪都没在怕了。もうわしらも几根水管就想动我。国道を舐めとったらあかんでくれ。哎呀呀，他拿枪，他拿枪的。哇，拿枪的是被秒杀吗？后面对不对？打我打我，叫你打我了，真乖。我虽然不缺棒球棒，不过你都给我了。哎呀哎呀，旁边来阴的。哇，人还真多呢。吃我的棒棒啊。どんだけごついねん。なんなんやお前。逃げんな、俺に用があったんとちゃうんか。くそ、こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配に。哎呀不妙、佐川居然佐川这个时候出现。なんかトラブルか。らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか。まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。哎呀哎呀，开始说教了。連絡相談、上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですが。相談はねえのか。あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとく。真岛君也是非常不客气啊。はあ。要不是他还有利用价值，我估计他早就把他干掉了。现在让他回家看看。
在回家之前，我们先再去玩一次酒店好了。哦，这次玩就跟上面那一次是完全不一样的哦。哦，这边阵容坚强啊，有一个阿嬷，有一个阿嬷。不要问我为什么会有阿嬷，我也不想，我也不知道该怎么回答。来，我们来特别练习一下。现在有谁可以特别练习啊？有千家跟春菜，我们看春菜吧。我觉得春菜比较可爱。それじゃあ。はい。そうやな。刚刚派出的团队是我最坚强的阵容啊。ふう、今日ちょっとこの店暑いね。シャンパンとか飲みたくない？わ、飲むや。まったく。チェー、本当の接客っぽくやった方がもっといい練習になると思うんだけどな。喉も渇いてたし。我回家榨豆浆给你喝好不好？はい。無添加糖、無添加物、超健康的。現榨豆浆。ね、言わなきゃダメかな。そうやな。そうだね。五郎君になら本当の私知っててもらいたいかも。那个前面的小雪跟这个真菜一比就必分高下。这孩子好厉害哦。私ね、学生時代どこにでもいるような平凡で地味で。冴えない女の子だったんだ。クラスでも目立つ方じゃないし、成績も中の下、男子には見向きもされない。本当に冴えない子だったの。ああ、うん、五郎君ありがとう。他这样慢慢讲，那个时间就会拖长了。そんな私をクラブムーンの月山さんが見つけてくれた。いい素材だ。キャバクラで働いてみないかって。最初はね、私には無理って思った。だけど私変わりたかったの。冴えない自分から抜け出したかったんだ。それからはキャバクラで働きながら、立ち方、服の選び方、お化粧の仕方、話し方、笑顔の作り方、日々研究していったの。気づいたら私、クラブムーンでナンバーワンの女の子になってた。あの冴えなかった私がだよ。キャバクラっていう世界が私を、私の人生を変えてくれたの。それが私がキャバクラで働く理由。キャバクラで働くことが私の人生そのものなんだ。怎么感觉有点沉重了？こんなこと人に話したの私初めてだよ。なんだか照れくさいね。哎，这两个有点难哎，感觉选哪个都可以。五郎君って好きな人だよね。私。五郎君みたいな人と会ったの初めてかもしれないよ。え？不思議同士お揃いだね。这个是要下班后一起回家的节奏吗？ね、私個人の夢じゃないんだけど。キャバクラって仕事がもっともっと社会に認められるようにしたいな。这个估计很难啊。この仕事って世間の人たちから見るとお酒飲んで男の人の相手して遊びながらお金稼いでるように見えるんだって。そんなことないのにね。え、不是吗？キャバクラで働いてる女の子は不是这样子的吗？努力してるのにね。